ニューズキッチン第1回目です。でママは何もアドバイスしないんでしょ、今回は。絶対しない。絶対しない。いいよって言うこと教えようとしてんじゃん。当たってやばい。めんどくさ。ちょっと味見して。もうちょい濃いかもしれない。待って、もう一回食って。味見して。え、マジでわかんないんだよ。ちゃんと、僕食いたいだけじゃなくて。花はチャンネル。お店のシェフに見えるってあるんですか。本当だね、ちょっとエプロンがママのね、可愛いおしゃれになってる。この店いいね。ちょっとまさか俺はおこじるかもしれない。ああ、もう飲む？そうね、今日はもうちょっとすいませんけど、もう朝から行かせていただきますけど、今日はね、みたけをいただきましたんで、これがね、本当に美味しいんですね。屋久島のこうみたけでございますけども、高級な焼酎、芋焼酎です。これいただきたいと思いますね。いや、嬉しいね。今日はりゅうちゃんが初めてのね、リューズキッチンということで、ゆいちゃんの料理を食べれるっていうの楽しみですけど、その前にちょっと行かせていただきますね。はい、すいませんね。いいよね、別にね。どうぞどうぞ、ごゆっくりしてください。おいしょ、おいしい。これね、ロックでもいいんだけどね、俺やっぱね、炭酸水で割るっていうのが美味しい。めちゃくちゃうまい。トモさん、これ少しどうでしょうか。まずちょっと今日焼き海苔でいいかな。これすごいほら美味しい花輪がほら好きな。しました。これね、いろんな種類がありますけど、この海苔めちゃくちゃ美味しいんです。まだあるよ、種類見る。お取り寄せてしてる。お取り寄せ、これもういろんなね、これ佐賀の、うん、あのおうちの近所の川沿いだからね。川沿いの海苔で、うん、海苔ですね、これね、佐賀のね。うん、味付け海苔と焼き海苔と、こっちが塩海苔。おつまみだからちょっと塩海苔にしとこう。ね、そしてこの魚も、これもめちゃくちゃうまいんだけど。美味しい。みたけ。これがね、竹八さんの高菜って言うんですけど、めちゃくちゃ美味しいんです。これマジね、ご飯にかけては美味しいし。普通におつまみとしても美味しいし、パスタとかでもね。そうだね、ラーメンとか入れたら最高かも。あ、ほんとそう。ねえ、豚骨ラーメン。これいろんな、そうそう、明太風味の魚卵がこう混ざってて、魚卵が混ざってるからめちゃくちゃうまいよ。ピリ辛で。ほんとに美味しいです。これおすすめだな。ちょっとこの辺はお取り寄せでぜひ皆様も食べてみて。できると思う。この海苔もほんとに美味しい。これも佐賀の有明の海苔です。川沿いの海苔。おいしい。めちゃくちゃうまい。こんな休日もいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、これちょっとご紹介してみますね、概要欄にね。ぜひ皆さん頼んでみてはいかがでしょうかって感じですけど。よっしゃ、重いっすか。重いっすか。できました。あそこの真ん中にね、真ん中にやる、真ん中にやってるからね、ご参考にして。参考にしてね。YouTube 見たんでしょ。 YouTube 見た感じで、感じてね、見たんでしょ。見たよ。これほんとうまいんだよな。これ何ですか。角。俺の角。あ、パパの。さすが、やっぱセンスが違うな。気持ち悪いだろ。あ、確かになんか頭皮に見えてる。やっぱセンスが違うな。こっちは増えない。あ、これ目。え、口。かわいい。あら、かわいい。かわいい。はい、じゃあ完成なのかな。完成です。はい、完成しました。やったー。すごいじゃん。龍之介くんが初めて作った。本当にこれ、うん、いいじゃん。顔いい、パパの顔か。さすが龍ちゃんのセンス。ねえ、すごいですね。え、これ龍ちゃんだ。やばいでしょ。マジマジ、俺釣ってる。え、ママに、ママが作ってるのに。いや、俺釣った。すごいっしょ。え、これはこれも、これ独立龍ちゃん。え、嘘でしょ。マジマジ、そうでしょ。うん、ミルズキッチンだよ。そうだよ、舐めんなよ、俺。舐めんなよ。花はチャンネル。さあ、ということで完成しました。やった。美味しそうじゃない。
ないですか。美味しそう、りゅうちゃんが作ったの ね。これが勝利、りゅうちゃん作ったの。りゅうちゃん一人で作った。信じられない、信じられない。りゅうちゃんが作った、花あけ特製そぼろでございますね、うん、で、あの味噌汁はママ作ってくれましたね、うん、で、これいつも食べている、この辺のね、ちょっとね、レタコンとかね、海苔とかを食べながら、うん、じゃあそのまま食べましょうかね、はい、はい、じゃあ、りゅうちゃん、勝利お願いします。いただきます。いただきます。まず勝利くんが、勝利食べてんの人みたいに、勝利くんがご飯にいつもみたいにかけて、美味しい、まかってくれるのかな、ガッツリガッツリ食ってくれるよ。一番ね、全然大丈夫だった。勝利くん、ママのおかずで一番好きでしょ、そぼろが。果たしてりゅうちゃんでも、さすがに話しんでる。美味しいしよね、美味しいね、ふっとうまい。よかったね、りゅうちゃん、マジで嬉しい。またこんな味だった、よかった、うん、嬉しいな、嬉しいね、りゅうちゃん嬉しいでしょ、美味しい、嬉しいな、これ、ね、俺はでも味いいね。うん、これは結構何回も何百回も食ってるからね、うん、これはまだお前たちが生まれる前から食べてるから、そうそうだね、そんなにね、で簡単に、ね、できるわけがないんですよ、できるんです、愛があれば。うまっ、おいしい、やばい、マジ、ちょっと待って、これうまいよ、うん、もう食べてる、さ、ママだ、うん、おいしい、うまいね、ママと一緒ね、勝利、めっちゃ一緒、マジこのまんま、マジで、うん、ね、すげえ、めっちゃ食ってたもん、おいしい、うれしいな、さすがりゅうちゃん、確かこれ見てるだけでお腹いっぱいなのが分かるかもしれないでしょ、お腹いっぱい作ってたらそうなるでしょ。じゃあ行け、りゅう自分で作ったやつ、うん、めっちゃうまいよ、りゅうちゃん自分で作ったやつ、次から自分で作れんじゃん、食べたくなったら、めっちゃうまい、ナス、おいしいね、しょりね、うん、うん、うまうまマジでうまい、マジでうまい、うまいよね、これね、うん、すごい美味しい、ほんとめちゃくちゃうまい、すごいな、りゅうちゃん、マジで、こんな美味しいのよく作れるね、お前、マジ天才、ちょっとこの海苔に包んで、うん、ね、これでこういきましょうかね、天才ですね、前田の海苔で包んで、あ、こうした、いきましょう、うまっ、おいしい、うまいよ、うん、ね、これうまいわ、うん、うまい、ママちょっと魚食べてる、うん、うん、これうまい、うん、魚そぼろ、うん、うまい、美味しい、うん、え、飲まねえの、魚そぼろいってみるね、うん、魚そぼろいいね、うん、うまい、うまい、合う合う、合う、うん、でもこれだけでめちゃくちゃ美味しい、魚、竹八の、竹八のこの、うん、魚とそぼろが合うんだ、めっちゃ美味しい、これだけでも美味しいんだけど、うん、めちゃくちゃ合う、一緒食べてみよう、美味しい、魚とそぼろと合うんだ、うん、美味しい、うん、めっちゃ美味しいよ、食べて、はい、どう、めっちゃ美味しくない、めっちゃ美味いよね、うまっ、納豆もあったよ、そう、これね、ママね、うちの子たちみんな納豆大好きで、私ね、納豆大嫌いなんだけど、これだけは食べれた、これだけっていうか、はい、大分の、それこそまた九州ですけど、大分の黒麺を使用した、これめっちゃ美味しいな、これジェノベージ味で、そっちがジェノベの、ジェノベ味、誰か食べてみる、それが、うん、黒麺納豆、うん、粒が大きいね、ジェノベソースが入ってる、これまずそこを切って、粒が本当に大きくてパリッとして、パリッとして、パリッとしてみる、黒麺、あの黒目っていうのは海藻ですね。あ、そういうこと？そうそうそう。あの黒目、黒目のタレがね、いろいろあるの、うん。こっちはジェノベーゼ、うん、ジェノベーゼで、大葉とジェノベーゼのタレ。うん、だからこれ普通にね、うん、パスタとかに入れてもね、うん、でも美味しいんですけど。うん、そうだよ。あ、こう入れて、いいね。味噌汁も美味しいね。もう朝ごはんって感じですけど、いただきます。うん、うまい、うん、あ、全部入れちゃった、うまい、マジ
まだあるよ。うん、これね、大葉のね、納豆だれがね、これがすごいんですよ。フレンチみたいな味です。ジェノベーゼ味ってどんな、うん、あ、バジル、勝利がこれ食べて、あ、でもバジルの匂いがする。混ぜ混ぜして、きれいに。勝利も納豆大好きだもんね。そうなの。うん、美味しい。ジェノベーゼ味。海苔も、海苔海苔巻き巻きする、かわすえの。これ美味しいよ。かわすえのね、前田海苔。これ佐賀のだから。うん。うん。うまっ。うまいね。うまいね。佐賀はね、海苔がやっぱ有名だからね、うん。めちゃくちゃ美味しい。うん。全部がうまい。全部が美味しい。そぼろにこう行くんですよ。こう置いて。そして今日はですね、ここに赤目旅行。はい、かもしんない、ね、美味しいと思う。この高菜をこう乗せまして、結構乗せる、うん、うん、よいしょ。うん、うまっ、うん、レタス買うよね。うまい、すごいね、ルイちゃん。うん、もっとレパートリー増えましたね。これはいいね。店出す、うん、次やってね。なんか美味しい。うん、うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよ。うまいね、これ。そういうね、勝利、勝利ズキッチン。まっちゃんもやってみる。まあの、作ったやつを勝利ズキッチンやる。やってみる。お、勝利ズキッチンも交互期待っていう感じでございますね。じゃあね、無理だろ、お前は。無理だよ。みんなができてくれたら、ほんとママ助かるわ。おいしいフルグラの食い方あるんでしょ。ほんと。さあ、ということでございまして、今日はですね、リューズキッチンということで、リュウちゃんにね、このそぼろ作ってもらいましたけど、ほんと美味しかったね。で、このそぼろもそうですけど、いつも花輪家で頼んでる日本風の納豆、いろんな種類あります。あとはこの竹八の、ね、この高菜もめちゃくちゃ美味しいですね。あとこれ海苔か、佐賀のり、前田のり、これも佐賀ですけどもね、ぜひ、うん、まあ、いろいろ、概要欄に載せておきますんで、うん、ぜひ皆さんはね、注文してみていかがでしょうかって感じでございますけども、で最後に一言シェフお願いします。リュースキッチン、次回もお楽しみに。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。花輪ちゃん。